座っててもね十分飛距離出ますし、っていうかそんな飛距離いりませんし、ね、もうここでも岸からね 50m ぐらいも離れてるんで、もう 50m ぐらい遠投してるみたいなもんなんでね、そんなに牙ってね、同じ 50m 飛ばしたりとか思わなくてもすぐ目の前がもうポイントなんで、力まずに普通に投げてもらって、それで釣ってもらえたらいいです。この辺でね、だいたい水深が 6m、7m、はい、ちょっとブレークにちょうど落ちて近かったところなんですけどね。でここからもう 15m、20m で一気にどんどん下がっていくところなんですけど、そこのエッジ部分を今探ってます。なんか言ってたこと、ああ来ちゃいました。そんなん言ってたら来ちゃいましたね。パラダイス、パラダイスですね、パラダイスですね、海のパラダイスですね。はい、同じくね、先ほどのね、ちょっとマクロ系になっちゃいましたけども、プレミアムアウリキュー RS、バレンシア3号、こちらのカラーでまたヒットしてきました。アキイカ君です。ここのポイントなんですけれども、だいたい水深が 15m、 20m ライン、何もない広っ端のところなんですけどね、このディープエリアのところを今回ね、このアオリーキュー RS のヘビ、こちらのやつを使って探ってみたいと思います。結構やっぱり深いのと流されるのとで、これで底ついてますね。流されてるんで、ちょっとこうラインを送ってやる形になりますけども。おお、来たー！一発目ぐらい！おっしゃー！でしょ？言ったでしょ？これはたまらん！これはいいっすよ！これはいいっすよ！振ってもらって、よいしょ！で、捕獲成功です。ね、これオリーブカラーなんですよね。ちょっとすみません、手をね、こっち向けましょう。ヘビー 3.5 号ですね。全然先ほどと違って、やっぱりこういうディープエリアなんで個体が大きいですよね。はい、やっぱりこうやって答えが出るのが早いです。おー